皆さんこんにちは、松雪白井と申します。今日はスウォーのマナコというゲームの続きをやっていきたいと思います。前回のあらすじとしては、ハトバちゃんの心象世界に潜り込んだスウォーくんなんですけれども、現実世界にハトバちゃんを連れ戻そうとして帰ろうって言ったんだけれども、やだって言われてしまって逃げられてしまって、それでスウォーくんはイナリオっていうハトバちゃんの作ったキツネさんに協力してもらってハトバちゃんを追いかけようとしています。そうだ、風呂敷をイナリオに届けようって言ってたところだったね。それじゃあ早速始めていきましょう。イナリオに風呂敷を届けに行きたいんだけど、汚くてもずるくてもいい、あの人のためならどんなことだって。あの人っていうのはお母さんでしょうか。お母さんのことなのかな。あ、そうだ、座布団の代わりに影を退治してほしいって言われてたんでした。影退治ご苦労だった、茜の人間。座布団ならくれてやる。2枚の座布団を手に入れた。座布団もらいました。ずっとお相撲してんな、クマさん。で、この座布団をキツネさんにあげるから、その風呂敷ちょうだいっていうところだったよね。あ、座布団に座った。その風呂敷あげるよ、約束だもんね。風呂敷を手に入れた。手に入れました。よし、あとはイナリオのところに行くだけだ。座布団の方がふかふかでいいよね。同じこと言ってた。キツネさんと意思疎通できてた。さあ、この風呂敷を渡しに行きましょう。でもなんで風呂敷がいるんだろう。イナリオはまだ来てないみたいだ。少し待ってよ。うん、来ない。もしや、もしや騙されたんじゃなかろうか。だっていろんな子がいてたよね。イナリオはハトバちゃんのすごい味方なんだってね。時間を稼がれてるんじゃない。来ないな。まさかあの狐裏切ったのか。なんか裏切られた気がする。待ってろと言われたけど、俺からも行動してみよう。うん、それがいいと思う。白いまんまるさん、物騒なことになってるの。助けてあげて。え、もしかしてキツネさん、イナリオが物騒なことになってるのかな。ん、あのキツネ何をしているんだ。服着てるキツネと服着てないキツネがいる。私の邪魔をするな。知ってるんだぞ、お前があの赤い目の少年に協力してるのは。何、余計なことしちゃってくれてんのさ。私はただ鳩場様にこのまま死んでほしくない。だから周防さんに鳩場様を助けていただく。だから、それは、ハトバ様のご意志じゃないっての。人生の終わりまで、この心象世界にいることが、ハトバ様の願いだ。それに、ハトバ様がいなくなれば、この心象世界の支配者はいなくなって、俺たちも自由になれる。
ウィンウィンな状態の邪魔するなよになりよう。でもこいつ最近鳩羽様に反抗してばっかりだったから、想像力を鳩羽様に封印されたらしいぜ。想像力封印されちゃったの。想像力のない稲荷よなんか無力同然、懲らしめ放題だ。危ない。いいざまだ。クールぶってるやつが痛い目に遭うのはスカッとする。やーい、マザコンキツネ、泣き言の一つでもこぼしたらどうだ。イナリオがいじめられている。そんなことで気が済むのならいくらでもどうぞ。ただし通らせてくれるのなら。そっか、イナリオは鳩羽ちゃんのことを思ってスオ君の見て方をしてるんだね。そういうとこもムカつくな。どこを殴れば治るのかな、そのクールぶった態度は。あ、おい、卑怯だろ。あ、赤い目。大丈夫か？お気になさらず。私なら大丈夫です。おい、赤い目。これ以上は鳩羽様のもとに近づけさせないぞ。進みたければ勝負だ。勝負。ああ、望むところだ。もう、戦闘を開始しました。あ、またこのパターン。距離をとりあえず取ろう。逃げつつ。いや、直線上にいるとこっちも危ないんだね。距離を取れば逃げられやすいから。意地悪ゲツネ金が逃げ出した。金逃げ出しました。あー危ない。ちょっとずるいよ、いきなりは。金だからこれは銀かな。距離を取って攻撃すれば大丈夫。あ、やばい、止まった。うわ、これ何なんだろうね、飛ばしてるの。あー危ない。ちょっとカーブしてくる。ここの石危険。石ね、引っかかっちゃう。引っかかっちゃうから。危ない。よいしょ。結構あるな。あ、あじゃ。死んでしまいました。負けちゃったよ。大丈夫、もう一回行きます。戦闘開始です。もう一回行きます。あ、そう、なるべく距離を取りながら続いてやれば。よいしょ。あー、わわわ、斜めで撃った方がいいのか。お、行きました。意地悪キツネ金が逃げ出した。次は銀色キツネ。斜め攻撃いいかもしれない。お、よいしょ。ちょっと距離が。
お、出た。やっぱり銀だった。意地悪ディズニー2、銀が逃げ出した。完遂しました。斜め攻撃強い。勝ちましたね。イナリオ3。マザコンでド M なの？全然そう見えないけどね。申し訳ありません。必要なものを調達次第スオさんのもとに行くはずだったのですが。本当にこいつは裏切ろうとしたわけではなさそうだ。それより、言われた通り、風呂敷を持ってきたんだ。ありがとうございます。これで門番を出し抜くことができます。さっきの真ん中にいた狐だよね。おー、こういう感じか。へへ、そうくん、ムッとしてるな。狭いもんね。これはどういうことだ、ナリオ。スオさんは不服でしょうが、しばらくの間我慢してください。はあ、仕方ないか。これで通れるならね。ナリオ、あんまりうろちょろしない方がいいかもよ。ほん、いくらお気に入りでもまた牢屋にぶち込まれるかもかもよ。牢屋にぶち込まれてたの？承知の上でしていることだ。イナリオはハトカちゃんのことでのことだもんね。もしかしてお仕置きされたくてやっているのかこ？イケメンなのにド M だなんて。天は、なんだろう、天は、異物を与えないとは、このことかね。あ、通してくれた。行けました。この先には、何が待ってるんだろう。ハトバちゃんを探す。水が流れてるなぁ。あの、聞いてもいいか？何でしょうか？お前は鳩場側の立場なんだろ？どうして、あいつの意志に反して、俺の手伝いをしてくれたんだ？スオさんのためではありません。私はあくまでも、鳩場様のために、あなたを連れて行くのです。そうだよね。前に、熊さんたちが言ってた気がする。俺を進ませることが、鳩場のため？来て、いてほしいんだよね、稲荷王さんは。これだけ立派な新小世界を作り上げ、欲を満たそうとも、この世界に没頭し続けては、あの幻影によって、創造主は殺されてしまいます。この新小世界の住人の力では、あれは倒せません。そうだよね。この黒いもやは、スオ君しか、外から来た人しか通せないだもんね。さっき、ハトバ様が襲われているとき、私は、手をこまねていることしか
できなかった。そんな中、あなたが現実世界からやってきた。そして救った。ハトバ様が命を落とさないようにするには、スオさんの力が必要なのです。そっか、だから協力してくれるんだね。みんなが悪い噂をしていたから気になっていたけど、こいつは親思いなだけなんだな。イナリオは本当にガラスバハトバのことを大事に思っているんだな。当たり前です。私を虚構から生み出してくださった唯一の母だから。ハトバ様が生きているから私の存在価値がある。母か。この道長いな。本当に長かった。まだ出してくれ、出してくれた。エナリオと二人で、この中まで入ってくれました。じゃあ、今回はこのぐらいで終わりにしたいと思います。よかったらまた続きも見てください。またねー。